春は選抜から、選抜高等学校野球大会は今年80回を迎えました。これを記念いたしまして、今ありて未来の扉を開くを行います。作曲の谷村新司さんです。おはようございます。おはようございます。素晴らしいお天気になりましたね。はい、なんか雲一つない絵に描いてある感じですね。今というこの一瞬に、ベストを尽くして戦う、そして敗れてなお勝者を迎える、そんな心の中にこそ人として一番大切なものがあると思います。甲子園とは選手たちと共に我々がそれを学ぶ学校ではないかなと思っております。今ありてこそ未来は扉を開く、今日この場にいらっしゃる皆さんと共に新しく素晴らしい今を共に作っていきたいと思います。はい、それでは谷村新司さんと神戸大和女子高等学校の在校生、卒業生の皆さんとの合唱で大会歌今ありてを歌っていただきます。どうぞ球場にお越しの皆さんもご一緒にお歌いください。選抜大会歌今ありてです。新しい時の始めに新しい人が集いて、頬染める胸の高ぶり、こわだかな夢の語らい、ああこの試練草の芽も根立ち、駆けめくる風は青春の息吹か、今なりて未来も扉を開く、今なりて時代も連なり始める、今ありて
皆さんありがとうございました。合唱は神戸山手女子高等学校の在校生と卒業生の皆さん、演奏は西宮市高等学校吹奏楽連盟の皆さん、そして谷村新司さんでした。皆様、おめでとうございます。